霊夢と、マリサの、ゆっくりイラストメイキング。今回は鬼人聖者を描くわよ。リクエスト、サンキューなんだぜ。聖者が何をしているところなのか、想像しながら見てください。そんじゃ、始めるぜ。なんか苦戦してるんだぜ。そうなのよ、なかなかいい感じのポーズにならないのよね。ただ、両手を振り上げた絵にしようとしてることは伝わってくるんだぜ。ところで、前回は色面から描き始めたはずだけど、今回はやめたのか？どんな描き方がいいのか、正直迷走中なのよね。そんなわけで今回は線画から描くことにしたのよ。毎回、立ち上がりが不安なんだぜ。なんなんだぜ、これは。なんとしても煽り構図を決める、決意表明です。しかし聖者は、何をやらかすつもりなんだぜ。両腕を振り上げて。悪いことじゃないとは思うわ。多分。なかなか楽から抜け出せないみたいだし、しばらく苦戦してるところを眺めるんだぜ。線画に入ったように見せかけて、ここもまだラフです。ああ、また書き直ししてるんだぜ。これ仕上がるのか？正直この時は、ボツも覚悟したのよね。自撮りして、ポーズを見直して。でも、思うように書けない。とりあえず、袖とリボンは後回しにして、体のラインだけに集中すると、なんとか先に進むことができたのよね。まずは体のラインをちゃんと書いた方がいい。って意見も聞いたことあるんだぜ。荒削りながら、ポーズは固まったので、髪の毛や顔に集中します。お、ずいぶんすっきりしたんだぜ。いけそうな気がしてきたので、手とか細かいところをしっかり描いていきます。今回も線はベクターなのか？そうしてみたわ。髪の毛描くときには便利だからねー。余計なところが一気に消せるでしょ？おー、一気に消えたんだぜ。目も仕上げて、モチベーションを高めていくわよ。もう、ガッツで乗り切るしかねえんだぜ。そしたら、ベクター線にしてなかったところも引き直しましょう。あれ？今のところはベクターじゃなかったか？気にしない気にしない。しかし、毎回ドタバタなんだぜ。こんなメイキングを温かく見守ってくれる視聴者さんは、神なんだぜ。もしかしたらあれじゃない？仕上がるのかどうかわからない、ヒヤヒヤ感がたまらない、とか。まあ、確かにこんなグダグダなメイキング、見たことないんだぜ。じゃあ、ここから先送りにしてた、袖やリボンに取り掛かるわね。わかりやすいようにグレーで描いたのか。そう、後から塗り直せばいいからねー。だいたいこんなもんかしらね。いいんじゃねえか？それじゃあ、意を決して。結合。いやー、ここは勇気が必要だったわ。もう後戻りできねえもんな。さて、気を取り直して、髪を仕上げるわね。でも聖者の髪の毛って独特なんだぜ。正直どうしようか悩んだのよね。最終的には部分的に色をつけることにしたけど、別の毛束にしようかとも考えたのよね。それはちょっと難易度が高いんじゃねえか？そう、すでに HP が足りなかったのよね。でもまだまだ難所は続きます。スカートの柄なんだぜ。立体的な面に規則的な柄を描くのは難しいんだぜ。とりあえずざっくり線で柄を描いて、バケツでペタペタ塗っていきます。随分とガタガタなんだぜ。ここから色で形を整えていく作戦です。おお、ちょっとずつマシになってきてるんだぜ。様になったわね。じゃあ、全体的に仕上げていきましょう。おう。
これで聖者は完成。いよいよ聖者が何をしているかわかるんだぜ。聖者が何かを持ってるんだぜ。これはフライ返しか？そうよ。お好み焼きとかをひっくり返す、ヘラね。ひっくり返す。ひっくり返すといえば、聖者の得意技なんだぜ。ということで、聖者にはその、何でもひっくり返す程度の能力を使って、お好み焼きをひっくり返してもらうことにしました。今さら角がないことに気がついて、慌てて書いてるのは、見逃してやってほしいんだぜ。お好み焼きといえば、鉄板が必要よね。だな。おお、すでに焼かれたお好み焼きもあるのか。ちゃんとソースも塗るわよ。さらにマヨネーズ。鉄板に流れたソースが焦げる感じも表現したいわね。さらに青のりも振って。本当にお好み焼きを作ってるみたいなんだぜ。ということでお好み焼きは完成。我ながら美味しそうに描けたと思います。これはイラスト ACE 行き、決定だな。そうね。でもこのままじゃ、ひっくり返したお好み焼きと、大事故になっちゃうので。脇に避けておくわね。うわ、背後が騒がしいんだぜ。お好み焼きまでは最初から考えてたんだけど、背景を全く考えてませんでした。順調に描き始めてるように見えますが、この木造屋台にしよう。って決めるまで、いろんなお好み焼き屋さんや、お祭りの屋台の写真を見まくりました。でも、お店だと、背後が散らかった感じになりそうだし、現代の屋台も、東方の世界観に合わないなぁ。ってことで、この木造の屋台にたどり着いたわけです。ちなみにキッポサは、ベース色の上に水彩ペンで濃いめの色をのせてるんだぜ。木目はチョークを使ってさらに濃い色で描いてます。あとは面取りとかの地味な作業だから、カットするわね。後ろの板屋の連に、お好み焼きって書いて、お好み焼きから湯気を立たせて、色とレスとか仕上げをして、完成です。なんとか仕上がったな。やれやれなんだぜ。もっとスマートに描けるようになりたいものね。まずは、描き方を確立しないとだと思うんだぜ。そうなのよねー。でも、今回の描き方もドタバタだったし、まだまだ確立には時間が必要そうね。だな。ということで、今回はここまで。まだ描いてないキャラや、複数キャラでのリクエストを、随時募集中なんだぜ。どうしてもアイデアが浮かばないときは、ごめんなさいするかもですが、できるだけ答えられるように頑張ります。リクエストは、コメント、ツイッターやピクシブの DM で知らせてほしいんだぜ。ニコニコ動画の場合はできれば DM でお願いします。見落としかもしれないからねー。お知らせはこのくらいにしておこうかしらね。だな。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。